はやこばです。何か試しに公共事業やってみましょうか。総長さんの椅子に座ると公共事業とかができるんでね。場所が難しいって話がありましたけど、道を撤去することもできるようになってます。まあ、一部撤去できないものもあるんですけどね。ポピアリー、そんな、これ可愛いですね。それいいじゃん。チューリップはちょっと丸いのにします。却下却下しょうがない、京極さんの村だから。ここもやっぱそのセンスというか、その好みというか個性ですね、現れるところですね。何を作るか決めると、じゃあどこへ作るか決めましょうって言って、しずちゃんと一緒に場所を探しに行くということになりますね。ちょっとこの辺を公園風にしたいなと思ってるんで、この辺りでどうでしょう。ここにします。そのうちこの辺に遊具とかも作ろうと思ってんの？作りたいんです。あ、出た、はにわくん。カンパですよ、カンパ。募金と出てください。カンパって言ってますね。しずちゃんがカンパって言ってます。公共事業はこういう感じで、はにわくんが募金を集めてくれます。全額村長のポケットマネーでやってもいいんですけども、まあ、さっきもありましたように他のプレイヤーであったりとか、他の村から来た人とか。9万3000ベル。ちょっと今日は余裕があるので多めに寄付しておきました。今回こう新アイテムのメガホンっていうのがこれなんですけど、これ音声認識を使って村の中にいる NPC を呼びかけることができます。くるぶし。あっちの方にいるんですね。吹き出しが出た方向にいるっていうことになってます、うん、いた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 。こうやってそこを探すことができるんで、ちょっと動物にね、なんか頼まれごとでなんか渡してきてとか呼んできてとか言われた時に、ね、メガホンがあると便利だよね。ちょっと村も一周したので商店街に遊びに行ってみます。今回は主要な施設をこの商店街っていう場所に全て集めることで、まあ一箇所で行き来がしやすいような形になっています。お店は今まではずっとたぬきちが切り盛りしていたんですけども、今回は弟子のまめきちとつぶきちが切り盛りしています。つぶきちとまめきちが日替わりで店番をしてくれてます。日はまめきちですね。なんで日替わりなの？日替わり知らないですけど日替わりって言ってるんで彼らが。コンビニはシフトでこう昼と夜で分かれてたり、スーパーは日替わりだったりとか。そうそう、水木土は僕ですって言ってるんで、なんか事情があるんですかね。オフの時は何してるんだろうね。なんですかね。これは新しくその壁にかけられるアイテムで、こういう風に売ってます。今これ日付が今日は10月5日だから、そうですね、月末のハロウィンに備えてこういうグッズ売ってるんだね、はい、以前は靴磨きをしていたシャンクなんですけども、今回はこうやってお店を構えることになりました。大出世です ね。靴だけじゃなくて靴下も、靴が前回は靴磨きをして色を変えてくれるだけだったんですけども、今回はもう一つのアイテムとして靴を売ってくれるようになってます。こういうローファーみたいなのからの長靴とかブーツもいろいろ売ってるので、足元も結構いろいろおしゃれができます。そうですね。私は手前側には靴下もありますね。でも靴下はさすがに試着はできないです。させてくれないですね。そうなんだ。
子が博物館になります。相変わらずフータは寝てますね。広なんでもう2階がオープンしてるじゃないですか。この2階も今回公共事業で作ることができるんですけど、今回は2階はこういう風なミュージアムショップをフーコがやってます。このポスターとか売り物なんですけど、あとこの4つあるのが企画展示室といって、自分が好きなように展示ができます。私もちょっといろいろやってまして、これは埴輪の絵が描いてる、はい、私の埴輪展です。マイデザインをこうやって貼って看板にすることもできるんですね、はい、これはアイラブ寿司店です見にくいけどアイハート寿司って書いてるんですね。うちの埴輪は京子さん描いたんです。描いた、かわいいです。ちょっとでもまだ方向性を決めかねてるので、とりあえず置いただけの作中ですね。埴輪倉庫状態です。いろんなアイデア次第で、そうですね、見応えのある展示室が作れるよね、はい、通信で遊びに来た人にちょっと見てってよみたいなアレンジをぜひ作ってほしいです。こういう風にこれかなりこだわりですね。寿司ネタの魚を飾ってます。さっき船釣ったんですけど、船寿司ちょっと微妙やけど持ち物いっぱいやからもう飾っていきます。水槽のはずなのにイケスに見えてくるのはもうこの展示のせいでしょうかね。これ一応なんかあの上にテレビ置いてあるよ、棚の上にお店っぽい。これは定食屋のテレビっていう新しい家具です。これですね。あ、位置変わった。もういいや。これは不動産屋です、さんですね、うん。こういう感じで家のパーツをそれぞれ売ってて、まあ、自分の家の外観をリフォームすることができたり、タヌキチに話しかけると増築を相談することもできます。生ではタヌキチに増築してもらう時もこうほとんど一本道だったと思うんですけども、今回はどこに部屋を増やしたいのかとか、どの部屋を大きくしたいのみたいなのを、まあ、少し進んでからではあるんですけども、自由に選べるようになってます。ちょっとじゃあせっかくなんでも地下室が欲しかったので、クラブ師匠ですか、はい、まだ開いてないかな。さあ開いてた。